虫キングバトルゴー虫ガッツはセガと小学館が共同開発したトレーディングカードゲーム方式の男子向けアーケードゲーム。2010年4月26日より稼働開始。2011年9月にサービスと稼働を終了。2009年末まで稼働していた子供向けアーケードカードゲームのルーツ的作品、高中王者虫キングの後継作品。 画面は、ブラウン管一画面から、リルプリでも使われている、タッチパネルタイプの液晶ディスプレイ2画面に変更された。システム基板は、Windows x p 互換のリングワイド。筐体1台での対戦はできず、2010年8月6日より、稼働のロム、2010セカンドより2台筐体での対戦が可能になった。 前作のじゃんけんシステムは廃止され、ゲームは虫カードを3枚スキャンさせ、条件を満たすことで合わせ虫させることができる。合わせ虫ガッツで登場している虫であれば旧カードの使用が可能。また、2010年8月1日からは虫カードを10枚セガに送ると抽選で1名に2007年頃に設置されていた虫キングのゲーム機本体をプレゼントする。 キャンペーンを実施。ゲームのソフトウェアは、店頭と同じものではなく、一般家庭向けに改良したものである。まず100円玉を入れると、虫カードが払い出される。その後、モード選択画面が可画面に表示され、好きなモードをタッチパネルで選べる。モードは、初心者向けのビギナーズモードと上達者向けのノーマルモード、カードだけを購入して、ゲームを終了する。 ゲーム終わるの3つがある。ノーマルモードは初級、中級、上級の難易度が選択できる。なお当初は対人戦は不可能であり、店舗などにおける公式大会も行われなかった。2010年8月上旬から稼働した2010、セカンドで協体が2台以上での対戦に対応した。ステージはルーレットで決まる。画面の決定画面で、 決定オスの部分をタッチすると、ルーレットが止まる。ステージによって、バトルが有利になる虫もいる。虫カードは3枚までスキャンできる。虫を変えたい場合は変えたい虫の部分をタッチし、新しい虫カードをスキャンする。バトルは、ターン制となっており、技パワーの高い方が先行となる。ビギナーズモードでは常に、プレイヤーが先行。プレイヤーのターンの場合は、 三匹のうち一匹が選んだ、相手の虫に攻撃を仕掛け、相手が、シールドトラップという防御技を使うと攻撃失敗、敵側のターンとなり、防御を使わない虫に攻撃した場合は、下画面にパワースロットルというルーレットが表示される。止めると、ガッツパワーが上がる。ガッツーと呼ばれる黄色いボールが、画面いっぱいに飛び散り、たくさんタッチする分ガッツパワーがかなり上がる。 ルーレットの止まる目によって飛び散るガッツ球の数も変わる。ただし逆にガッツパワーが下がる黒ガッツ玉も存在する。敵のターンの場合はまずシールドトラップを発動させる虫を選択しその虫に攻撃を仕掛けた場合はダメージが効かない。敵がシールドトラップを使っていない虫を選んだら相手のバトルに突入しパワースロットルを使って ダメージボールを上画面に表示させ、そのボールをタッチして破壊するとダメージが軽減する。前作とはキャラ及び世界観が一新され、虫キングバトルが盛んに行われている。近未来の世界が舞台となっている。2011年9月30日サービス終了。ありがとうございます。